皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は多項式の加法と減法について説明します。最初に覚えてもらいたい言葉があります。それは同類項という言葉です。文字の部分が全く同じ項、これを同類項と言います。この同類項という言葉を覚えてください。では説明に入ります。文字が2種類の式の計算、これは今覚えてもらった同類項、これを一つにまとめて、答えを出します。括弧1番 3x プラス 4y プラス 2y マイナス 2x、 同類項って文字の部分が同じ、こういうものですから 3x の同類項は同じ x のついているマイナス 2x で、 4y ね、y がついていますね。この 4y の同類項は同じく y がついている 2y ということになります。これを一つにまとめて答えを出します。では同類項同士に順番を並び替えます。 3x-2x 足す 4y 足す 2y、 こうなりますね。 3x-2x、 3x には1ですから x の項は x、 4y 足す 2y、4足す2は6ですから y は 6y と、 x 足す 6y、 これが1番の答えです。括弧2番 2a-3b-a プラス b、 こうなっていますね。 2a 文字は a ですから、この同類項はこの -a ということです。 -3b 文字の部分 b ですから全く同じ b がついているプラス b の、これが同類項、こうなりますから、順番並び替えると 2a-a-3b プラス b、 こうなります。係数 2-1 をやると1ですから a の項は a、 -3b プラス b、 -3 足す1をやると -2 ですから -2b a-2b、 これが括弧2番の答えです。括弧3番 4x2乗-3x-2x2乗足す x、 4x2乗、文字は x2乗、こうなっているので 4x2乗の同類項は同じく x2乗がついている -2x2乗、こうなります。で -3x、 これは文字 x ですから、この同類項は一番後ろにある x ということになります。同類項同士に並び替えます。4x2乗-2x2乗-3x プラス x、 4x2乗-2x2乗、 4-2 は2ですから 2x2乗、 こうなって次は -3x プラス x、 -3 足す1をやりますと -2 ですから -2x、 2x2乗-2x、これが答えになります。これを勘違いしてここから先計算しようとする人いるんですけど、これ 2x2乗と -2x って同類項じゃないですよね。文字の部分は同じく x を表してありますけれど、前の部分は 2x2乗 x2乗、で後ろは -2x で x ですね。 x2乗っていうのは x を2回かけたもの、後ろはただ x が1つだけね、全く同じじゃないので、これは同類項じゃないので、これ以上はもう計算はできません。多項式の加法足し算の計算は括弧を外して、それから同類項同士をまとめて計算の答えを出します。括弧1 4x-1 括弧閉じ足す括弧 -8x+3 足し算、このまま括弧を外すことができますね。 4x-1-8x+3、 となります。同類項同士に順番をまとめます。 4x-8x-1+3 になりますね。 4x-8x は -4x、 -1+3 はプラスの2と、このように括弧を外してから同類項をまとめて答えを出していく、こういうことです。括弧2番も同じです。括弧 3a プラス 7b 足す括弧 5a マイナス b、
これもまず括弧を外します。 3a+7b+5a-b 順番を変えます。 3a+5a+7b-b、3a+5a は 8a ですね。 7b-b は 6b ですから 8a+6b、 これが2番の答えというわけです。次はこの横書きの式を縦書きの式に直して計算する場合です。これは同類項を縦に揃えて書いて、縦書きの式にします。括弧3番括弧 2a-3b 括弧閉じ足す括弧 -a+5b ですね。これを縦に直すとき、まず前の部分 2a-3b で、後ろの部分ね、 a の項を揃えるので、ここに -a、 そして次に b の項を揃えて 5b と、こうやって足し算をします。そうすると 2a+-a ですから 2-1で1ですよね。ですからこの下には a、 そして b の方は -3b+5b、 -3+5 は2ですから +2b、 a+2b というのがこの括弧3番の答えということです。多項式の原本引き算ですね。これは引く式の項の符号を変えて計算します。別の言い方をすると、ここの引くの部分、これ足し算にして後ろの中の項の符号を変えるということです。括弧1番 2a2+7a 括弧引く括弧 a2-4a、 こうなっていますよね。この引き算を足し算に直すと後ろの括弧の中の符号が変わって、ここが -a2 が +4a になりますから、これ足し算になりましたね。これで括弧が外れます。2a2+7a-a2+4a ですね。並び替えをすると 2a2-a2+7a+4a です。前の部分は a2 と 2-1 ですからね。で 7+4 で +11a、これが括弧1番の答え。括弧2番 3x+4y 括弧引く括弧 -2x+3y、 これはこの引き算の符号を足し算に変えると、後ろの括弧の中の項の符号が変わって -2x が +2x、 +3y が引く 3y、 こうなります。 3x+4y +2x-3y、 順番を変えると 3x+2x+4y-3y、 3+2 は5ですから 5x、 4y-3y は1ですから +y、 5x+y というのが括弧2番の答えです。次は縦の式に直して計算する場合、足し算の時と同じように同類項を縦に揃えて並べます。括弧3番 3a-2b+5 引く括弧 -a+4b+3、 こうなっていますね。まず最初の式 3a-2b+5 同類項を揃えて -a+4b+3、これを引き算するわけですけれど、この引くを足し算に変えると、ここの符号が全部変わりますね。 -a が +a、 +4b が、これが -4b、 +3 が引く3になります。ですから 3a+a で 4a、 -2b、 -4b で -6b、 5引く3で +2 と、4a-6b+2、 これが答えです。今回は
多項式の加法と減法について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。